皆さんこんにちは、どうです。今日はですね、ブラザーにこれ知っておかないと結構痛い目に遭うんじゃないかっていう、僕が知らなかったことを、お話していこうと思います。知らなかったというか、なんか違和感あったので調べてたら、違うよって言われたので、そのことを共有していけたらなっていうふうに思います。まずですね、2020年になって、これが入ってきてます。伊藤光選手モデルの8型のミットです。品番で言うと、DB29N、 ここにね、もう伊藤モデルというふうに書いてあります。でこれはね、8型で座布団スポンジで、硬さとかも大きさとかも人気なんですが、一時期ね、思い出してほしいんですよ。限定で、2型ってなったんですね。限定で2型、これ2型です、ね、これだけ違うんです。なんかこう似てるんだけど、要はこちらの方がこの要素を持ちながらかなりコンパクトにしてあるという、ね、感じです。こっちが広すぎるのが嫌な方が結構こうこっちに寄ってるので、コンパクトなんだけれども深いっていう要素があって、これはこれで限定ですごい人気が出たんですよ。でこれの名前が M2 型。今度ですね、僕が展示会に、ずっと前の展示会に行けなかったんですよ。でその時にね、甲斐選手のモデルが M62 というモデルが出たんですよ。で僕それ M2 のことだと思ってて、とりあえず発注して届いたらですね、僕このイメージしてたんですね。じゃあ、こういうイメージなんですよ。わかります。後でちょっと細かく見ていこうと思うんですけど、まず芯の厚さが全然違うんですよ。要するにこっちの方が薄いわけです。で土手のところとか見てほしいんですけど、本体の芯も薄いので、ちょっとこの辺の浮きというか、最初からこういう感じで浮きが出てて、M2 型に関してはこういう感じなんですね。なのでオーダーの際に結構ねダメージ受けてしまうかもしれないんで、甲斐選手モデルやから絶対ねこれじゃないといけないってことはなくて、僕どちらかというと M2 でもいいと思います。ちなみに公式の M62 はかなりいいので、ちょっとまた軟式とは違うんですけど、定番特に買うときかな、定番買うときにその違いを知ってたらすごい楽かなっていうふうに思うので、ちょっとね見ていこうかと思うんですけど、じゃあこれね結構こう薄くて開いてるじゃないですか。じゃあこれを閉じていったらどうなるかっていうのをちょっと見ましょうか。閉じました。こっちの左がね、先ほどお見せしたもの でこっちはですね、この辺を折っていって親指も中に入れていって、深めにコンパクトにした。でやっぱりね軽量なんですよね。ですごい取り回しがいいっていうこと。これまでの畠山の、イメージっていうのがだいぶ変わったような気がします。でこれ62型じゃないですか。じゃあその横に2型っていうの、これね一応修理を受けたまってるんですけど、全紐の分かりますかね。これまずここ見てください。全然違うでしょ。で本体もそうですし、こっちの芯もそうです。メリットとしてはやっぱりね、こちらの方が薄いってことは、この辺をこうキュッとしやすかったりとか、操作しやすいっていうのはあるんですけど、どっしりしてるのはやっぱこっちなんですね。でやっぱりここが太いのが嫌だっていう人も結構いるんですよ。これまでもなんかここをもうちょっと折りたいのにっていう人もいるんですが、あと土手がねこういう感じで2本になってるんですけど、両方とも結構ねこっちね、もともとそうなんですけど、これデメリットというよりかは、もともと肩つける前から、浮いてるので、これデフォルトなんですね、はい、薄いがゆえにこういうことが起きてるのかなというふうには思うんです。使用上の問題っていうのは、そんなにないんですけど、M2 型と M62 っていうのが違うってことを知っておくと、なんか楽かなというか、気が楽というか、そうなんやっていう感じにはなると思います。だからこの限定のイメージでこっち来るっていうとちょっとまずいかなっていうふうに思うんで、その辺だけですね、ご理解いただけますと助かります。はい、いかがでしたでしょうか。ということで今日はね、知っておかないとちょっと損するようなことをお話ししたんですけど、これからもこういうことあったらですね、随時チェックしてください。ということで、チャンネル登録、いいね、ツイッターフォローよろしくお願いします。ありがとうございます。道は続く。